に生涯を尽くし槍を振り続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いや我が相棒拝借くるげにまたがれて悪鬼邪気を打ち払い虎打ち当たせし、この槍で明るく世を切り開く。わしが加藤清正なり。えいや拙者は家族を守るために戦に出向きまするぞ。陣合祭やたろう。我ら名古屋おもてなし武将隊はぁ、さあ皆の衆こんにちは。こんにちは。いや声が小さいな。今一度参るか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。観客の真似はええ。よろしいですか。もうみんな元から出せるで。お主の力は必要ない。失礼いたしました。おう。さあ、こたびは名古屋城へお参った。改めて我らは名古屋おもてなし武将隊。こたびの出陣は、わし加藤清正。そして付き従いし足軽は八太郎である。これより我らは皆と交流を深めるべくこの名古屋城内を歩いてまいる。して今からはこちら、わしが築いたこの名古屋城の天守の石垣を背景に写真撮影列を作ってまいる。無論銭はかからん、故に旅の記念に写真を撮りたき者は列を作り現れよ。その際に八太郎が劣勢に入るがゆえに鹿ということを聞くこと。さあ出陣脱ぎである。時の声を上げてまいる。わしがいざ出陣と申したら、ここにおる皆しもは拳を掲げおうと大きな声を上げよ。では皆の衆、拳を掲げよ。寺子屋の者たちもよければぜひ声を上げていってくれ。では参る。いざ出陣。おー、もうこの辺りしか聞こえてこんぞ。もっと多くの民があるはずや。今一度参ろう。皆の衆、拳を掲げよ。 I say いざ出陣。 You sayおお、ビッグボイス、プリーズ。では参る。いざ出陣。おお、よし、今日はこの辺で勘弁しといてやろう。さあ、では写真を撮るだけ者は列に並ばれ、やたろう。はい、かしこまりました。